はい、皆さんこんにちは。今回ですけども、アーキキャドの立面図、断面図について少しお話をしていけたらなと思います。まずですね、皆さんこの画面は皆さんご存知ですよね。1回平面図です。で、デフォルトでこの E1、E2、E3、E4 ってあると思うんですけど、これって何なんやろって多分思う方結構いらっしゃると思うので、まずこれにお答えしていきたいと思います。まずこれですが、 E っていうのはエレベーション、つまり立面図ですね、の1個目の立面図だよ、2個目の立面図だよ、3個目の4個目のだよっていうことを表してるのがこいつらなんですね。じゃあこれどうやって見れんねん。デフォルトでちょっと E1 はここにあるんで、ポチッと押しますとこんな感じでここで出ますよって意味なんですよね。だからこれ立面図のやつなんですけど、ここまで持っていっちゃうと、見といてくださいね、こんな感じで断面図にもなりうります。ただ断面図はもう少し違うツールでやっていくので、少しお待ちくださいね。で、基本的にこれは立面図なんで、この建物の外側にあれば大丈夫です。で、この長さも関わってくるんですよ。この前説明しましたね、ストレッチにしてこれぐらいまでなっちゃうと、こんな感じでこの範囲内のみの表現となります。なんでここでいじることもできるんですが、こんな感じで基本的にはここで設定しておくという形になります。で、 E1 以外はどうやって見んねや多分なると思うんですけど、その場合ですね、この一番右側のクリックしていただいて、立面図っていうところを押していただくと、こっちからの南、東、西っていうのをできます。こんな感じで立面図はパパッとできちゃって、でですね、立面図の細かな設定っていうのはここで右クリックしていただくと、立面図設定っていうのが出てきます。それを押しまして、で、名前を決めたり、北立面図だったりっていうのを、マーカーをどうするのか、で、テキストも変えれたりします。で、立面図のこのコードのこれをありにするかなしにするかっていうのも決めれたりですね、結構緻密に設定できるようになってます。まあ、立面図はこんな感じにしておいて、断面図いきます。断面図ですか、どうするねんってなったら、これまず断面図ツールっていうのがあるんですね。この左ここにね、まずこれを押していただいて、いつも通りデフォルト設定で確認していただいてから、水平範囲はどうすんの、こういうのもどうすんのっていうのをちゃんと見て、僕は基本的にそこまであれなんでこだわってないんで、 OK 押して引きたいところに、まあこれやったら一旦ここに縦にブスッと入れますね。こう引いてクリックしますね。で、左側に向くのか右側に向くのか、どっちかを選択します。今回は僕ちょっと右側にしますね。こんな感じで、で、今僕前からあったやつ今消したんで S11 になってますけど、 S1 が出ます。まずで、断面図ですね。断面図もこっからダブルクリックで選んでいただくと、ここにプラスで追加されますんで、で、出てきた断面図がこちらです。こんな感じで綺麗に段差になってるなっていう、いつもやったらややこしい断面図もこれを使えばこんなパパッとできちゃいます。やった。で、これですね、これがですね、分節することもできまして、例えばこう引きまして、こう引きまして、こうでいいですかね。で、もう一回同じとこでクリックして、で、どっち側に向くねっていうので、次こっち側にします。で、するといつまでだったら難しいような断面図もこんな感じでちゃちゃっとできちゃいます。ただ、ちょっと下手くそだったんで、曲がるところをしっかりこうやって考えないとダメですけど、ここでもう一回選択をしていただいて、こんな感じで変えることができますので、そうすれば、こんな感じでね、まだマシになるのかなと思います。こんな感じで、立面図ツール、断面図ツールをうまく使いこなせる。実際に、ね、僕たち、これ自体で、こいつを印刷して、それをトレースして、図面を書き起こすことももちろんできますし、それ以外には、このデータを DXF ファイルなどにして、イラストレーターに移して、そこから一つのシートをデータ上で作り出すこともできます。そんな感じで、このツールをうまく使いこなして、こちらもアーキキャドライフ、快適に過ごせたらなと思います。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。
壺